はい、お疲れ様でございます。今回の暗号通貨ニュースは平デジタル庁大臣についてお話ししようと思います。金融庁ではなくてね、デジタル庁にこの平大臣が入ったということですけども、まあいろいろとね、早くもですよ、早くも失脚しそうなニュースが文春砲が出ましたけどもね、まあ悪いことばかりではなくって、この平大臣にはちょっとした希望があるんですよ。というのは、暗号通貨についてですけども、この平大臣はね、暗号通貨の税制に対してもっと緩やかにするべきじゃないかってことをずっとね言っておられた方なんですよね。で、そういうふうな形で暗号通貨にどちらかというと、その流動性に、そして利用用途にですね、前向きな大臣がこうして生まれたことによって、まあもしかしたらですよ、もしかしたらこの平大臣の働きで暗号通貨の税制がなんとかなるかもしれないなという期待が高まっています。こちらのニュース見てみましょうか。自民党新総裁に石破茂が選出、ブロックチェーンや NFT 活用も政策にということなんで、これからね、暗号通貨を使っていく際に流動性を高めないといけない。でもそのためには、この複雑な税制とか強力な税制がネックになって、暗号通貨の利用者さん、暗号通貨のホルダーさんが全然ね、やり取りをしてないんですよ。例えば暗号通貨をリップルからイーサリアムに切り替えただけで、それの間でね、課税されるわけですよね。で、そうなってくると、暗号通貨をあれこれとやり取りしたいときに、もうね、税金が追っかけてくるんで、できないってことになるんですよ。せっかく高い利益を出しても税金でヘッジされてしまうんで、商売にならないんですよね。ということは、ブロックチェーンの活用も NFT の活用も頓挫してるって形なんですよ。で、さらには一生懸命ね、こうやって交換した暗号通貨 NFT を用いて税務申告しても、もうこれね、複雑すぎて誰も本当にその税金であってるのかどうかわからないんですよね。まあこういったことから、いつも暗号通貨を使ってる人は税金との戦いも待ってるんですよ。複雑なトラベルルールってのもあります。もうそうなってくると、暗号通貨はね、日本にいる間は使わないどころかっていうことになって、結局何にもいいことがないってことになるんですよね。はい。で、石破総理ですけども、地方創生で Web3 活用を提案ということで、ここにも書いてます。ブロックチェーンや NFT の活用も政策の一つに掲げてるわけでしょ。で、デジタル庁の大臣が例の平さんですよ。そうなってくると、このままじゃ使いにくいよねってことで一致する可能性があります。ブロックチェーン技術 NFT を活用し、食や観光体験等地域の持つ様々なアナログの価値を世界科学に引き直し最大化しますとあります。そのためには、こんな独特なね、ガラパゴスみたいな日本の税制じゃダメなんですよ。だからそこにメスを入れていただける可能性が出たんじゃないかなと思いますけども、どうでしょうかね。少なくともそういった希望を広めることによって、暗号通貨の流動性、そして時価総額が高まるような気がするんですけどね。本当にそうなってくれたらいいんですけどね。果たしてどうでしょうか。はい、平大臣どうなるでしょうかね。失脚する前に何か爪痕を残してもらいたいと思います。平大臣もなかなかのね、大臣ぶりといいますか、裏金ぶりですからね。だからなんか国民に対していいこと一つでも残して、そして辞任してもらいたいですね。それでは。